思い切って声をかけてみたんですよ。乗り過ごしたんですかって。すると、どうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平のお階段巡り。皆さん、今回も見ていただきましてありがとうございます。チャンネルですね、メンバーシップの方もあります。ぜひご興味ある方、よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録、グッドボタン、コメントの方もぜひお願いいたします。チャンネルですね、本当にこう、あったかくて優しいチャンネル目指しております。コメントの方もですね、ぜひ皆さん、そのようなコメントの方一つよろしくお願いいたします。さあ、今回ですね、もういろんな方からのご推薦をいただきまして、はい、来ていただきました。なんと北海道からお越しいただきました。YouTube チャンネル、怪奇スナック竹千代の MC をされています。竹千代さんです。お願いいたします。よろしくお願いいたします。はじめまして、竹千代でございます。ね、いつもはそのチャンネルの方の MC をされていて、たくさん怪談を聞く側の方なんですが、はい、今日はお話をしていただくということで。はい、簡単にその怪奇スナック竹千代、どんなチャンネルか教えていただいてもいいですか？はい、基本は怪談トークバラエティって言わせてもらってるんですけども、ゲストをお招きして、ズームなんですけど、うち、ズームでゲストに、怪談を喋ってもらうという感じですね。はい。で、やっぱりね、見てる方もね、まず疑問に思う方がたくさん多いと思うんですが、はい、お隣にいらっしゃる方。気づきました。気づくわ。すみません。気づきました。はい。妹の郁恵と申します。妹なんですね。妹なんです。はい。私が5歳の時から一緒に住んでる。もう45年間一緒にいるんですけど、はい、イクエです。今の YouTube 一緒に出てもらってます、女子として。イクエちゃん。はい、イクエちゃんでございます。はい、よろしくお願いいたします。はい。ちょっと不思議な、今ね、感覚がこっちよぎったんですけども、はい、あと何が怖いってね、はい、竹千代さん、はい、ちょっと手、幽霊みたいにコーヒーしていただいていいですか？ちょっとこうやっていただいていいですか？こうですかね。何ですか？なんか右手に右、左手に左手、合ってますよね。合ってますけど、はい、それ、なんかの呪術なんですか？いえいえ、方向音痴なんです。初めて行くとこに行くときは、右、左って書かないと、右と左もあんまり得意じゃないんで、迷子になっちゃうんで、書いてます。すいません。そうか、いつもは北海道いらっしゃるから、東京に来られて、はい、慣れた場所だといいんだけども、ちょっとこう、はい、慣れてない場所だと。そうですね。というわけで、竹千代さんでした。ありがとうございました。ぜひね、右左気をつけながらね、帰っていただきたいと思いますけども。まだ行かせてください。まだ行かせてください。ありがとうございます。今回ね、本当にいろんな方からご推薦いただきまして、はい、前でね、コミュニティの方に、どんな怪談師さんにお怪談巡り出てほしいですかっていう時にも、結構名前が挙がっていた竹千代さんですし、あと以前ね、こっちのチャンネル出ていただいた怪談師の方で、エスタさんとか、はい、水沢貴博さんとかからも強いご推薦をいただきました。そうなんですね。はい。怪談の語り口がね、素晴らしいとか、あとはやっぱりいつもその怪談チャンネルの MC をされてるので、はい、とにかく怪談をすごくこう聞いてる、耳が肥えてる。そんな中でもやっぱりね、怪談の知識も素晴らしいということで、ぜひちょっと推薦させてほしいということで、今回実現いたしました。ありがとうございます。皆さんから愛されてますね。そうですね。で、はい、そんな竹千代さんなんですけど、はい、怪談、今回ね、またお話しいただくんですが、はい、その前にお隣にいらっしゃる妹さん、はい、だから郁恵さんってやっぱりもうずっと一緒にいらっしゃるんで、はい、やっぱりこう何かこう不思議なことなんかも起こってるそうですね。そうなんですよ。私はね、収録中全く気づかないんですけど、いざその動画を公開すると、その視聴者さんからコメント欄に、何分何秒で喋ってるよっていう声結構いただきまして、いや、よく人形が瞬きしてるよとか、はい、動いてるよっての聞くんですけど、喋、はい、ってるよ。そうなんです。目線もね、よく竹千代さんのチラって見たよとか、そういうお話もいただくんですけど、声が入ってるって言って、視聴者さんがタイムスタンプ YouTube にね、時間を貼ってくれるんです。で、そこをクリックするとすぐそこ飛べるんですけど、めちゃめちゃはっきり喋ってるんですよ。はっきり喋ってる、はい、声発してるんですか？そうなんです。それって動画とかあるんですか？実はあるんですよ。今日持ってきてます。嬉しい。ちょっと見させていただいてもいいですかね？ちょっと助手を連れてきてるんで。助手いいですかね？呼んでも、
はい。あ、こっち、どこに。どっち。助手っぽいですね。新横山由紀さんって方ですね、はい。はい、ありがとうございます。はい、郁恵ちゃんの表情は、ね、変わる。これ僕なんですけども。これバックから今顔覗かせてますよね。はい、いつもそうやって持ち運んでるんです、東京来ると。ちょっと、口閉じてる感じですよね。はい。まあ、口が閉じてる。はい。で、こっち見ると。え？え、そういう人形さんなんじゃないですか？いや、普段は開いてるんですよ。おもろに開いてますよね。はい。で、これ、角度なのか、でもちょっと角度によってな感じじゃないんですよ。もともとは開いてるんですよ、うん。閉じてる方がおかしいんですよ。完全にこっちも、うんって口つぐんでる感じに見えます。はい、え、完全につぐんでますけど。そうなんですよ。え、これ角度によって口がこうパクパク動くっていう人形のタイプじゃないんですか？全くではないんです。固定ですね、うん。普段は。普段は開いてる。普段は開いてる。え、すごいっすね。はい。めっちゃ閉じてますよね。めっちゃ閉じてますよね。このね、嫌だったと思うんです。この男のことが。あの、こもりさせたんですけど。はい。こういった、まあ、はい、形、動きがあるように見えるお人形さん、郁恵ちゃんが喋る。そうなんですよ。はい、かわいい。郁恵ちゃんの顔が明るくなってきたよ。本当？下ネタで。受けてる。あ、でもなんか本当に、本当にちょっと笑ってるように見えるね。そうでしょ、うん、そうでしょ、面白かった、うん、とても面白かった、うん面白いね。うん。面白い。そうそう、この調子、この調子って、お揃いのリボンしてね。とても面白かった、うん、面白いね。うん。面白い。そうそう、この調子、この調子。とても面白かった、うん、面白いね。うん。面白い。そうそう、この調子、この調子。しっかりと入ってますけど、これって、もちろんですけど、なんか、誰かの声じゃないんですか？ないです。その時は、私には聞こえてなかったし、ゲストさんにも聞こえてなかった。あと、私、編集とか一切できない人なんで、うち、ノーカットで、ノー編集で出すんですよ、いつも動画。だから、そういう編集とかも絶対ありえないんですよね。あと、郁恵ちゃんが、うんとかじゃなくて、癖が強いって、言うんです。もう、だって、義理の兄がもう60かな、うん、60になるから、その頃だとね、どうなんだろう。子育て、そう。あーちゃんち、うん、お姉ちゃん結構年離れてんだもんね、確かに。その頃だとね、どうなんだろう。子育て、そう。あーちゃんち、うん、お姉ちゃん結構年離れてんだもんね、確かに。その頃だとね、どうなんだろう、子育て、そう。あーちゃんち、うん、お姉ちゃん結構年離れてんだもんね、確かに。癖が強いって言ってますよね。これも視聴者さんが教えてくれたんです。はい、私、全くその時聞こえてなくて。え、なんかちょっともうレベルがもうちょっと、今までのとはもう段違いぐらい。でももううちの視聴者さんはこれが当たり前になってる、ね、これは結構いろんなところに入ってる、しょっちゅうこういうのがあるんで、うん、みんな慣れちゃっても、あ、また入ったねぐらいでみんな笑ってる感じなんですよね、視聴者さんも。癖が強いって言ってますよね、聞こえますよね。そのちなみに癖が強いっていうセリフですが、その前の話の内容とかはあんまり関係ないですね、この回に関しては、うん、そんな癖が強い話はしてないです、誰も。まあ、だから、そこにいる誰もが発していない、さっきの運とか癖が強いだから、まあ、これだから、郁恵ちゃんの声なんじゃないかっていう。はい。
現場では聞こえてないけども、はい、ただ配信を見てる皆さんにはライブで聞こえてる。ライブ、そうですね。で、こうやって、あと撮って、映像を見ても入ってるっていう。そうなんです。はい。不思議ですよね。ね。今も喋ってますね。ね。後で入ってるかもしれないです。うんって。今回、ちょっと皆さん、郁恵ちゃんにも必見ですね。はい。何か郁恵ちゃんが喋ったり、動いたりってことが。そうですね。この感じだと。もしかしたら、ね、今回も。何か喋るかもしれないですね。ありがとうございました。いや、すごい、はい、すごいもの持ってくれましたね。ありがとうございました。新岡山由紀さん、はい、でしっかりタイミングよくうんって最後はね、私のね語りかけたらうんって、いや、これちょっと分析とか出したいぐらいのレベルですよね。そうですね、うん、相手がいればやってくれる人がいればぜひはー、はい、ちょっと、何年一緒にいるんでした？45年です。はあ、やっぱりそうなってくると、やっぱりね、郁恵ちゃんもいつも一緒にいて、ね、やっぱりこう、一緒に楽しいなっていうふうに、感覚でね、いつもいるのかもしれないですね。うん、ね、かもしれないですね。いや、ちょっともういきなりドキも抜かれちゃったんですが、ここからまた本題ですね。でも、竹千代さんね、その YouTube チャンネル、はい、怪奇スナック竹千代の方ではもう今までめちゃくちゃ怪談もね、聞かれてきてるわけですよね。はい。で、そんな中、まあね、ご自身でも取材されたりとか、ね、いろんな方からもお話も提供されてってことで、はい、だからお話をお持ちってことなんですよね。はい。そんなね、竹千代さんなんですけども、今回はどういった怪談を持ってきていただいたんですか？はい。私のお友達で、札幌で路線バスの乗務員、運転手さんをしてらっしゃる50代の男性から聞いた、もう私の中で一番怖い話をさせていただきたいと思います。たくさん取材された中で一番の話。はい。はい。じゃあちょっとよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではこれは、札幌で路線バスの乗務員をしている、サトルさんっていうね、50代の男性から聞いたお話なんですけど、はい、2016年の11月のある日なんですけどね、サトルさんが夕方の5時前に札幌を出発して、で2時間以上かかるある漁村へ向かって最終のバスを出発させたんです。はい、1時間ぐらい走ると乗客が誰もいなくなったんで、本当はダメなんですけど、よし、こっからは一人でドライブだなんて調子に乗って、ジュースを飲みながら運転し始めたんですよ。で、また少し走ってると、なんとなくね、ミラーを見たんです。そうすると、誰もいないと思ってたんですけど、後ろの方にね、席に一人、女性が座ってるのが見えたんですよ。うん、もうやべって思って、慌ててジュースを隠して、で、また何食わぬ顔で運転を続けたんです。そのね、なんか女性っていうのが、はい、こうじっと前を見据えて、こう異様な雰囲気なんですよ。うん、で、なんか気持ち悪いな、もしかして幽霊なんて思って、こうビクビクしたんですけど、うん、時折、こう頭をポリポリかいたりしてね、あ、なんか人っぽい動きしてるから、絶対これは人間だって思って安心してたんですよ。こう、走行してるってね、バスはずっと走り続けて、終点の一つ手前のバス停に着いたんですね。はい。すると、急に、ピンポーンってこう、降車を知らせる、ね、音が鳴ったんですよ。降りますってやつね。そうです、そうです。はい。もう、サトルさんは慌ててバスを止めたんですね。はい。はい。で、女性がつかつかとこう、前に向かって歩いてくるんですよ。北海道のバスっていうのは、中のドアから乗って、前から降りるシステムなんですね。後ろの方というか、真ん中あたりから乗って、はい、はい、はい。運転席側の前から降りるシステムなんです。はい、そういうバスが多いんです、北海道がね、はい。はい。で、その女性がつかつか前に来たんですけど、その女性っていうのが、緑色のモッツコートを着て、うん、で、黒いリュックを背負って、で、髪は、こう、肩ぐらいのね、ちょっとウェーブのかかった茶髪なんですよ。で、20代後半ぐらいのね、ごく普通の女性なんです。ただ、サトルさんね、ちょっと、え？って思ったんですよ。うん、本当にこんなとこで降りるの？って。で、それはなぜかというと、そこって、もう家も何にもないね、暗い山の中なんです。うん、で、もう折り返しのバスもないんですよ。はいはい、で、その北海道の11月の夜なんて言ったらね、もう結構寒いんですよ。うん、で、さすがに心配になって、思い切って声をかけてみたんですよ。乗り過ごしたんですかって。すると、女性は返事もせずに、その両替機にね、千円札を入れ始めたんです。で、こうジャラジャラってこう受け皿にね、小銭が出てきて、うん、で、そのサトルさんが、取り忘れないでくださいよって言った瞬間、女
性がいきなり笑い出したんですよ。でもね、その佐藤さん、あっけに取られちゃったんですね。するとその女性は、その小銭をね、両手でこう、すくい上げたと思ったら、じゃあって、そのまま全部料金箱に入れてしまったんです。で、佐藤さんびっくりしちゃって、もういいや、と思ってね、もう、その女性を無視して、はい、もう次にもう終点行こうって思って。その女性はバス降りてからもね、ずっと佐藤さんの方見て笑い続けてるんですよ。もう、これはやばいやばいって思って、サトルさんも急いで、その次の駅のね、その終点、旅村に向かったんです。で、そこで、次の日はそのまま、こう、始発としてね、また札幌に向かって行かなきゃいけないんで、そこにバス会社の、宿舎があったんで、そこに一泊したんです、はい。はい。で、翌朝起きまして、で、今度は朝6時過ぎにね、そこを出発したんですって。うん、その一駅目、その女性を降ろした場所、そこを通過して、あの人大丈夫だったのかな、なんて思いながら。そこを通過しまして、次にこう橋がね、見えてくるんです、うん。で、その橋っていうのは、すごい日本海がきれいに見える橋なんですよ。で、その橋を越えると、また次の停留所があるんです。はい。ふとね、その停留所に、その昨日のモッツコートの女性が見えたんです。立ってたんですよ。ほうほう、あ、と思って、ここまで歩いてきたのかな、野宿でもしたのかな、なんて思いながらね。その女性が立つ場所にその中のドア、後ろの方のドアをね、ぴったり前に合わせて止めたんです、うん、で、その彼女が乗ってくるのを見ようと思ってミラーでこう確認してたんですよ。でもね、その待てと暮らせとなかなか女性が乗ってこないんで、うん、で、あれどうしたんだろうと思って車内見渡すんですけど、どこにもいないんですね、うん、でも席を立ってバスの中歩いて探したんですけど、いないんですよ。やばい、もしかして巻き込んだかと思って慌てて外に飛び出して、でもバスの周りとかね、あとバスの下までくまなく探したんですって。でも女性の姿がどこにもない。俺は一体何を見たんだろうってね、佐藤さんはすごい動揺したんですけど、そのバスの時間もあるんでね、仕方なく席に戻ってまたバスを発車させて、でこうなんとか運転しながら札幌市内まで戻ってきたんです、うん、札幌市内のバス停に着いた時、降りていく乗客の中から あの女性の声が聞こえてきたんです。えっと思ってこう見たんですけど、どこにもいないんですよ。ああもう俺ダメだ、頭おかしくなったってサトルさん思って、でその日の乗務はその一本だけだったんですね、うん、もう早く家帰って寝ようって思ったそうです。で最後その終点まで行って、で会社によってバスを置いて、それからお家に帰ったそうなんですよ、はい、でそのお家に着くとですね、彼の佐藤さんの携帯が鳴りまして、で見るとバス会社からだったんですね、うん、で電話に出てみたんです。するとそのバス会社の人が、あのさお前昨日な橋の近くで誰か降ろしたって聞くんですよ、うん、だから、あ、ええ降ろしましたよ、緑色のコート着た女の人をその終点の一個手前で降ろしましたよって普通に正直に答えたんです。するとそのバス会社の人が、いや実はさ今朝あの橋にぶら下がってるのが発見されたんだよ。ぶら下がってる、はい、でも今現地は大騒ぎだ、で後から、まあ、警察からお前にも電話が行くんでよろしくなって、そういう電話だったんですよ、はい、でその後すぐに警察から彼に電話がかかってきまして、はい、でいろいろこう、ね、事情聴取されまして、で正直に答えたんです。で最後にその悟さんの方からもその警察の方にね逆に質問したんですよ。その女性っていつ亡くなったんですかって、はい、すると警察は、いやもう夕べのうちにねバス降りてすぐに、そうね警察の人答えたんですね、うん、いやもう俺はね前日亡くなった人を、まあ、次の日の朝にバス停で見かけ、さらにはその札幌市内に戻ってからも声を聞いたと、これは一体どういうことなんだと。ただやっぱりこれを言っちゃうともう自分がおかしいと思われちゃうから、だから警察にもバス会社の人にも未だにそれは言えてないそうなんです、はい、で最後にですね、その、亡くなった女性発見された時にモッツコートのポケットからバスの整理券が出てきたそうなんですよ、はい、そこに番号が書いてるんですね。その番号から女性が前日に乗ってきた場所が特定されたんですね、はい、それっていうのがその今朝サトルさんが札幌市内で女性の笑い声を聞いたその停留所だったそうです。でサトルさんは、いや帰ってきたんだなってそう言ってました、
あと後からまたこれは分かったことなんですけど、その女性が背負ってたねリュックの中にはロープだけが入っていたそうです。覚悟決めていったみたいですね、はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました、はい。まあ運転してたわけじゃないですか、はい、で誰も乗ってないなって思ったから、まあ、ジュースなんかもね飲んでしまったところあるんですけど、はい、実はずっとだからその女性はもう札幌の近くぐらいから乗ってたっていうことなんですよ、ね、そう札幌市内にも乗ってて彼がまあ気づかなかっただけ。ちょっとまあやっぱり存在感があまりこうないのか、うんうん、まあとはずっとその方はいたのに気づかないぐらいだった、はい、でまあその終点近くなったぐらいでああいらっしゃるいらっしゃるって気づくわけですよね、はい、でまあ終点1個手前の停留所で降ろす時に、はい、まあ、ちょっとこう笑い声も上げたり、そうです。で何も言わずにこう降りていってしまってってあったわけですけど、その時は、まあ、覚悟を決めて、そうですね、でもしかするとあれだったんですかね、まあ、自分でこう車窓からどこにしようかどこがいいかってことをずっと考えていた、うん、はい、そんな気持ちでバスに乗ってた、うん、はい、でその橋を見かけた時にああの橋がいいんじゃないかと思ったからその橋の次の停留所で降りたっていうかもしれないですね、はい、流れになってくるんですね。もしくはもっと前にその橋のことを知っていたか、その、ね、景色が綺麗とかそういうの分かんないですけどね。そうでも知ってたんだとしたらもう橋のところで、ね、あ手前も、ね、ありますからね、降りたりとかするのかなとか思ったんです。まあでもまあ近いからか。うん、でもその橋から札幌寄りの方が多分近いと思いますね、場所的に。はい、まあ、詳しいことはもうね、亡くなってしまったんで分からないんですけど、最初だから私これ途中まで聞いてて人側かと思ったんですよ。でも結局最後はこうね、もう亡くなった後にも姿を出してるんで結局はまあ。あとその本当に聞いてて思ったのが最初ねそういうふうに急に現れたような車内で女性だったのでなんか幽霊その方は幽霊なのかなと思って聞いてたんですけど、そうです私も思いました、はい、ただ今の話を聞くとその時ってのは生きてらっしゃってたっていうことなんですよね、はい、だからやっぱりその運転手の悟勘さんからするとね、はい、あ何か気づいてそこに対して止めることができたんじゃないかとか、うん、そうなんですすごい言ってました、そう未だに後悔してるって言ってました、まあ、なかなかねそれは、うん、難しいことだと思うんですけど変にこうねあまり出しゃばってもね問題になっても困るから、うん、今の時代特に、はい、でまあねここまでは生きてらっしゃる、ただ翌日ですよね、そうなんですよ、はいはい、実際にその橋のあたりの停留所で、はい、まあ、その女性をの、ええ、乗せたということですよね、まあ、見えなかったんですけどね、彼女がね、はい、実際乗ってたんでしょうね、う見えないだけで、で、うん、まあその方が乗ってきた場所でまたその笑い声が聞こえたということで、そうですそうです、お家がね、うん、近くにあったんですかね、でやっぱりまあまあね、うん、帰りたかったんでしょうねお家にねってちょっと切なくなりました、そうですね、はい、うん、でもまあ本当に切ない話ですけど、まあ家の方にはきっとバスに乗って、うん、その帰りのバスで帰れたんじゃないかなっていう、はい、はあ、いやこういうことあるんですね、びっくりしました私も聞いて、はい、北海道の話で、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。どうなんでしょう、なんか郁恵ちゃんはこの間何か動いたり喋、ね、ったりとかあったんですかね、怖かった分かんない、聞こえないですえ、ちなみに竹千代さんはゆくえちゃんとは会話はできたりとかすることはあるんですか？全くないです。あ、じゃあいつも一方的にこう話しかけてるっていうことを続けてるんです、はい、ただ動画で公開すると返事をしてたりとかそういうね不思議なことが、はい、ね、またねあのここホリプロですからね、はい、ホリプロにもゆくえちゃんいますんでね、あ、そうですね、はい、あ、でもゆくえさんから撮ったんです、私、子供の時好きで、郁恵さんからお名前いただきました。あ、そうなんですね。はい。じゃなんか。そうなんですよ。今日なんかちょっとした。縁がね、ありますよね。はい、よかったね。郁恵ちゃんの事務所だよ。すごい優しいですからね。
と郁恵さんって後輩思いで、はい、ただ僕一回だけ郁恵さんで怖かった話があって、はい、すごくお世話になって可愛がっていただいて、僕は実家長野県だから、はい、桃をね、うん、お世話になった先輩に送らせてもらってるんですよ、はい、アッコさんとかバナナマンさんとか郁恵、はい、さんにも送らせていただいてるんですけども、はい、何年か前に郁恵さんがトンネルズさんの食わず嫌いをあったじゃないですか、はいはい、出られてた時に郁恵、はい、さん桃が嫌いって言ってました怖いですよね。桃で参りましたって言ってましたけどね。怖い。今一番怖かったです。すぐ電話かかってきて、ごめん、周平ちゃん、言いづらかったのっていう、ね。まあ、その後も毎年送らせていただいてます。怖い怖い怖い。優しい、ね、方なんですけども。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、皆さんですね、怪奇スナック竹千代、YouTube チャンネル、いつもはね、竹千代さん MC 側ですけどもね、はい、はい、いろんなお話、皆さんされてます。ぜひぜひ、概要欄貼っておきますので、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いいたします。結構お階段巡りにもね、出てる階段師の方がね、はい、たくさんこちらも出演されてるそうなのでね、はい、いろんな階段聞けますので、ぜひチェックの方お願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで今回ですね、ゲスト、怪奇スナック竹千代より MC 竹千代さん、そして妹の郁恵ちゃんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。郁恵ちゃんもありがとう。はい。今のハイは今やめてよ。今私負け直しやめてよ。今ごめんなさい。今の私です。今の私ですよね。はい。郁恵ちゃんもうちょっと声低いです。多分。わからないですね。こっちは。ありがとうございます。ありがとうございました。